助けよう。待ってろ、桜井天衛様が今言ってやる。父上、民が襲われています。攻撃しているのがどこの軍かは判じかねますが、そのようなもの見殺しというわけにはいかない。助けに行こうか。あなたも民を救おうとしているようですね。お名前を伺わせてください。わしは天衛ってんだ。目的が一緒なら手を組まねえか。まさか三国時代のあの天衛か。あっと、話は後だね。喜んで協定させてもらうよ。敵の数が気がかりですね。よいし、正面突破では兵に犠牲が出かねません。まず敵拠点を制圧し、そこに敵を引きつけます。その間に迂回して民のもとへ向かってください。行けば負けちまうとは。いや、君を見ていると飽きないね。貴様はここで口当てろ。こんなところで私が負けちまうとは。ここが騒がしいな。おい、お前ら一緒に来い。敵は誘引できたようです。今のうちに迂回して民のもとへ。存分に痛ぶってやる。行け。誘い出すためのおとりに彼らをないがしろにするまで見過ごせません。その武勇、戦況を有利にしてくれるでしょう。民を餌に来たらうまそうな敵がいっぱい来る。いい手を教わったぞ。私が行けるわ。これぐらいにしといてやる。いや、君を見ていると飽きないね。存分に痛めてやれ。誰かがここで敵を引きつける必要がある。危険なおとり役だが、果たして。わしに任せとけ。大軍相手に暴れるのは得意なんでな。どっからでもかかってきやがれ。この悪雷戦意が民には指一本触れさせねえ。さす
今川後世に名の伝わる豪傑だ。この場面、彼以上の適任者はいないだろうね。ええ、凄まじい迫力です。私たちも急ぎ敵の後方へ向かいましょう。その武勇、戦況を有利にしてくれるでしょう。いや、君を見ていると飽きないね。おめえもなかなかのもんじゃねえか。こう見ておきたいが、そういうわけでもいかない。先を急がないとね。君が天下無双とは驚いたね。その部位を戦況を有利にしてくれるでしょう。辛い向きな地形になっている。坂落とし、差し詰め、一の谷の戦いってところかな。まさか一回でやるとは夢にも思わなかったけど。後ろから敵が、そんなバカな。私が敵は混乱しているね。これに乗じ急ぎ敵陣を奪うんだ。敵陣を抑え、後方は崩した。さあ、天衣殿と合流するとしようか。後方から崩れた敵は撤退せざるを得ないでしょう。神の安全はひとまず確保されました。ですが、元凶を逃しては神の安全はありません。なんて元だ。こっちも熱くなってくるぜ。我が棍棒のサビにしてくれるわ。これが弱肉強食。貴様はここで朽ち果てろ。後ろから敵だ。逃げろ。天衣殿、奇襲は成功。戦況は逆転だ。君がこの難しい大役を務めてくれたおかげだよ。うまくいってよかったぜ。ちょっとだけ危ないとこだったかな。大変です。後方から我が軍は総崩れ。なんでも奴らが崖から降ってきたとかで。とっととずらかるぞ。このままでは食らうどころか食らわれかねんわ。高上の予想通り敵は撤退を始めたようだね。だが逃がすわけにはいかない。よ
っしゃ、敵の総大将をぶちのめしてやるぜ。もう少しで戦場を抜けられる。やはり急いで逃げ出して正解だったと思いましたか。残念ですが退路は塞がせていただきました。おのれ、どきやがれ。いや、君を見ていると飽きないね。神の味わった恐怖って思いっすか。さあ覚悟しやがれ。こうなったら破れかぶれだ。私が通しやられた。皆が持ち味を生かして任を全うし、一致団結して戦えた。これが勝因だったね。民が助かって本当に良かった。協力に感謝します、テイドロ。いや、おめえらなしじゃどうなってたか。礼を言うのはこっちの方だぜ。